小さな距離の移動は、例えばこのまま構えから右足で行って、うん前でいい、斜め前。はい、左を添えてあげます。はい、これが基本となります。右で動いてもう一回。一、二、トス。はい、もう一回。一、二、トス。はい、もう一回。一、二。はい、その時に前話した通り、足、腰、肩、ボールが一直線状になる。 これが大事なことです中には2ステップこれが今1ステップでしたけどサイドステップ2個ではい22っていう上げるケースもありますいろいろなフットワークがもちろんありますそしてこちらに動く時も右足から入って体をスッと、はい、上げるはい、えー、そうですねはいはいそれから斜め後ろ下がるはいこのような形です はい、で大きな移動の時にいろいろな技術がありますけどうんと下がって左で踏ん張ってから上げるっていうことも技術の中にあります、はい、やってみて左で踏ん張ってから上げる距離を出さなきゃいけないのでこういうことも必要ですそれからえボールがコートの真ん中に上がった時にもう急いでとにかくダッシュで走っていってストップターンというやつです 走ってってすぐターンする。そうですね。はい。はいストップターン。はいこのような技術。それから先ほど話した通り前進したときに膝を前屈伸して足の甲をつけてあげる技術。はいフル屈伸。こういう技術。はいもう一回。はいこういう技術も必要になります。このようなフットワークを日常いろいろな ところにボールを出しながら教えてあげることが大事です大切なのは右足が軸になるということです最後のつま先は右に体重を乗せてあげるということが大事です筋力のない小学生や女子なんかでよくあるのは左を一歩入れてそれから右足を出してあげるというケースがあります 筋力がだんだんついてきた中学校の男子、高校生ぐらいになると、近い距離は右足から入れて、そのまま左で上げます。はい、どちらも間違いではないです。大事なのはどちらも右が軸になるということです。はい。えー、一つま違いを言えば、左足からワンステップ入れて右足を出す、そして上げるというのは、この腰の回転の仕方を使う。 勢いを使いながらトスを体に持っている。いわゆるボールが、はい、ここに来る前に走ってきて、左で止めて、はい、で右。そうですね。このボールに触る前にえ体は面を作っ面を作った状態でタッチするということです。はい、もう一回そこから移動して、左で入って右ね。左で入って右で上げます。 この方が筋力や脚力がなくてもボールは飛びます。はい。逆に右足から最後のステップを入る子は点で捉えるという意識です。なので筋力がないと飛びづらいです。ただし床の反力、先ほど説明した床の反力ですね。足首は伸び始めてて、それからそれを手首に伝えていく力はこちらの方が伝わりやすいです。 どちらでも構わないんですけども自分の合ったやり方がいいと思いますいずれにしても右足が軸になるということだけは忘れないでください、はいまあ、一般的に女子だと左右のケースが非常に多いというふうに言われています